正直30歳を超えてからでも売れたらいいやっていう気持ちは1ミリも持っていないので、来年もこの感じだったら僕は芸能界を引退します。でも本当に自分がやりたいところで成功できるっていうのは本当に難しいよね。うん、運も必要じゃん、うん、運とタイミングと、そう実力だけじゃないからな。そこなんだよね、実力だけ、スキルがあればいいってそれだけの話じゃないんだよね。しかも、まあ、俺で言う芝居もそうだしさ、忠義で言うビデオも映像もそうだけどさ、点数化されないじゃん、うん、だから難しいよね。難しいね。もう高ければ高いほどいいっていうのだったらもうさ、うん、それはまあ実力でなんとかなるだろうけどさ、うん、俳優とモデルをやっております大川圭吾です。僕の芸能活動の始まりは中学2年生の時で、当初は全く芸能界に興味がなかったのですが、よくありがちな母親が履歴書を出したことがきっかけでジャニーズ事務所に入りました。13歳から20歳までジャニーズ事務所で活動させてもらい、コンサート、舞台、ドラマ、CM、歌番組、雑誌などと本当にたくさんの経験をさせていただき、僕の青春時代のすべてと言っても過言じゃないくらいに濃い時間を過ごさせてもらいました。辞めてからできるだけジャニーズ事務所にいたということを公の場で言ってこなかったんですけど、よくよく考えると別に悪いことをしてクビになったわけじゃないし、辞める時もちゃんとジャニーさんに電話をして円満に対処したし、自分がジャニーズジュニアとして活動した7年間は間違いなく僕の芸能活動のルーツであり誇りなので、それをなかったことにするのは自分の過去を否定するのと同じだなと思い、このように話すようになりました。でもなぜ20歳のタイミングで退所したのかというと、中学3年生の時に TBS のドラマ渡る世間鬼ばかりに出演させてもらった際に、初めてグループの名前ではなく大川圭吾個人としての楽屋があった時から、お芝居に関して特別な思いがあり、正直デビューは難しいと個人的に感じていたこともあって、20歳のタイミングでジャニーズ事務所を退所して俳優を志すことに決めました。ただそこでいざ俳優大川圭吾として活動した時に、こんなにも俺って無力なんだなぁと痛感したとともに、退所した事務所の看板の大きさにも気づかされました。でも正直勘違いしてた部分もあるので、俺は俺なのになんでだよとも思っていました。ファン社会になくない、うん、悪いことしてないのに、ちゃんと仕事してんのに結果出せないからクビ。まあだからスポーツの世界とか全部そうだよね、うん、スポーツ選手とかアスリートとか。でもまあその分夢があるよね、うん、会社員の人とかってさ、給料がいきなりさ去年の3倍になったってなかなかないだろうけどさ、ね、芸能とかアスリートとかだったらさ、うん、まあある話じゃん、うん、だからもうハイリスク入りたんだよね。いやそうだね。退所してから7年経ちましたが、この7年間で映画、CM、ドラマ、主演舞台や 2.5 次元舞台の出演、バラエティではサスケに出たり、最近ではモデルの活動もしていて、さまざまな大手企業の広告に起用していただいたりと、ありがたいことにお仕事をいただけているのですが、ジャニーズを辞めた時に自分が思い描いてた未来には程遠い場所にいます。ジャニーズ、は、何？ダーリンです。はだから私のダーリンハッピー。いい、ハッピーですあれっす、いいなおすけの君に春夏秋冬の春にキキキリンのキッス。キキキリンのどの木だ。よう申します。あ、一応ちゃんとこういう格好してきたんで、喪服これでよかったっすか。いいわけないよね、彼法人で。私はなんかそういう先のことは考えてるの、俳優引退するとか言ってたけど、引退したらどうしようかなみたいな。いや、いやでもなんかそこは考えないようにしてる。なんかネガティブっちゃう。ネガティブっちゃうよね。やっぱネガティブっちゃうよね。やっぱでもやめたらって考えたくなくても考えちゃうよね。うん。でも会社員になろうとか思ってんの？いやもちろんその選択肢としてはすごい、もうそれしかないなと思ってるけど。マジで？
ウーバーイーツとかやりながらなんか、いやそしたらもうなんか俺も会社員として年収1000万ぐらい余裕で目指せるような狙い方していきたいけど、でもね、まあでもこれって言ってやりたいことが見つかってたらもしかしたら辞めてるかもしれない。何、どういうこと？要はもうこの芸能界辞めて次の道がこれやりたいっていうのが決まってたとしたら多分もう辞めてると思う。明確なのが決まってたらそっちに気持ちいっちゃうじゃん。うん、もうすでに言ってるかもってことね。そう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 。でもあなた映像とか興味あるかもしれないって言ってたじゃん。あるかもしれないけどさ、また厳しい世界に身を置くのか。返してきて。あんだよ、これは俺んだよ。ダメ。返してきて。ちょっと開けるから。返してきて。痛い。痛い。もういい加減にするのバカじゃねえのかてめえ。散々悪さばっかしてきた俺らみたいな奴らが今さら善人になんかなれるわけねえだろうが。あ？ちょっと人のために働いたからって今までの人生全部帳消しになるって思ってんのかよな。現時点だとジャニーズにいた方が今よりも仕事に恵まれていて知名度もあったと思います。でも二十歳の僕には辞める以外の選択肢はなかったのでそこは後悔していません。どちらかというと辞めてからの活動には悔いは残っています。ただ後悔しても過去は変わんないし自分の中では俺はこんなところで終わるわけがないと思ってます。大川圭吾、11月11日11時生まれの27歳です。俳優とモデルとして活動しております。広告でもあんのよ。ああ、広告のオーディションでも。ああ、いやまず書類出してオーディションに呼ばれるのも結構ガンって絞られるんだけど、そっからオーディション受けて3人ぐらい最初に残って、その残った3人がそのクライアントに提出されるんだよ。うん、だからあとはもうクライアントがその企業がどの子にするかって選ぶの。うん、だからそこはもう好みなんだよね最初に。今までこのオーディションに受かって人生を変えてやるっていう機会が何回かあったのですが、ことごとく最終審査で落ちてきました。だからこそ今年は勝負の際で必ず勝ち取れるようにかましたいと思います。特技のサーフィンも大学生の頃からやっていて、国士舘大学サーフィン部の主将も務めていて、大会で優勝した経験もあるので若手俳優の中だったらダントツで上手い自信があります。なのでサーファー役でドラマや映画、CM だったりと仕事につなげていきたいです。この7年間で本当にたくさんの方に出会い恵まれていて、そこに関しては自分が一番誇れる部分でもあるので、あとは俺次第です。俺ならやれる、俺には俺がついてるから、間違いなく今が一番イケてると思っているので、過去を振り返らず全てのベクトルを自分に向けて結果を残して男になる2021年にしたいと思います。今は芸能の活動のみで食べていくことができていないのですが、去年までは自分のプライドもありアルバイトをしている感は一切出していませんでした。しかし本当のところは副業で Uber Eats の配達員をやっていて、コロナ禍で思うように仕事ができない中で YouTube をはじめ、意を決して Uber Eats をやっている動画を YouTube に投稿したらたくさんの方に見てもらえ、 Instagram のリールや TikTok でもかなりの数字が取れているので、 Uber Eats 関連の動画をよく SNS に投稿しているのですが、そのような表現の仕方をすると俳優諦めたんですかとか言われるんですけど、本当は仮面ライダーとか戦隊ものなどの王道の作品に出てキレイく売れたいです。なのでこれはやりたいことよりもやれることを追求した結果です。ただ勘違いしてほしくないのは、諦めてたら積極的に SNS で発信しないし YouTube も始めてないし、むしろいろんなものに挑戦しているのは攻めの姿勢です。もしかしたらこのアプローチの仕方は間違ってるかもしれないけれど、少しでも売れる確率を上げるために貪欲になっている証です。要はここまで貪欲にならないとダメなくらい追い込まれてるんですよ。だって27歳だからね、いい大人でしょ。しかもこんなドキュメンタリーまで撮ってもらって、売れなかったらただの痛い自己満動画みたいになっちゃうからね。でもなんかそこにちょっと、まあ分かる、言いたいことは分かる。その甘えがやっぱりそこまで本当の本当に追い込まれた人たちと比べると
そうそうそう、その人たちが出せる本当のあれは自分は出せてるのかって気持ちは分かる。なんか今日二日酔いだって言って一日ぐーたらしちゃったとしても、うん、もし今日働かなかったら俺は路上に迷うってなったら多分働くじゃん二日酔いでも。そういう追い込み方ってやっぱ、いや分かるです、それ超分かる。それはアメリカに日本語喋れない状況でさ、うん、日本語が通じない状況に身を置くとさ、やっぱ普通にアメリカの英語勉強するよりもさ、うん、英語話せるようになるじゃん。なるね。環境に身を置くことって大事だけど。大事。じゃあ自分のお金を全部捨ててそういうストイックに生きれるかっていうと、まあ怖いから俺それができないから、そこが俺自分の弱さだなと思う、うん。正直結果でしか評価されない世界だし、成り上がって初めてこの動画に価値が生まれると思うので、しっかり結果にこだわって応援してくれている皆さんに恩返ししていきたいです。売れるために試行錯誤してブレまくっている自分が唯一ブレていない目標があります。今この場ではあえて言いませんが、その目標に向かっていろんなアプローチをしているだけなので、いろんなことをやりすぎてついてくるのが大変だと思いますが、これからも大川圭吾を応援していただけたら嬉しいです。かっこいいね、今日もたまんないね。ずっとこんな感じでやるからさ、ずっとこれも一日で言ってかけたりっきりでずっとなんかいやーたまんない、セクシーだね普通に友達だからさ、ゲイなのかなって思っちゃうでしょ。え、でも待って、初めましての人でもそんぐらい行くんでしょ。行くよ。どうなん、女性に行くからね、やっぱ特に、しかも女性になんて言うの。あ、めっちゃ可愛いって、うん、びっくりするぐらい可愛いって